第0話新たな始まり。さーて、俺の愉快なファミリーたち、今日も金曜集会を始めるぜ。みんないるかな。直江大和、ここにいるぞ。へえ、私の弟はそういう声なのか。何を今さら言ってるんだよ姉さん。俺はもともとこんな感じじゃないか。知的でいいじゃないか。川上桃よ、いるぞ。その妹、川上和子、いるわ。現在、腹筋してます。234、235、236。椎名美和子、今日も絶好調で大和にひっついてます。うわ、美和子、変なとこ触るな。変なとこってどこ？クック。それは。それは。美和子は今日もエロ可愛いな。諸岡拓。クリスティアーネ・フリードリヒ、今日も正義を貫いているぞ。僕の登場シーンに被らないでよ。ああ、悪い悪い。真泉幸恵、います。はい、松風もご挨拶を。可愛い真よっちをバカにするとオラの怒りが有頂天。そこんとこよろしくな。島津学徒、いるぜ。今日も鋼の肉体に磨きをかけているぜ。ああ、なんか私とトレーニングキャラで被ってるわ。なに、ワンコてめえ真似すんなよ。私が先に鍛錬してたでしょ。マッスルキャラを狙ってやがるとはな。狙ってないわよ。大丈夫、外見で見分けがつけばキャラ被ってるって言わないよ。二次元的な発想はやめろや。いいじゃん、僕に比べれば目立ってるよ二人とも。そうかしら。ま、モロに免じて今日のところは許してやろう。こっちのセリフよ。全員すっげー元気だぞキャップ。だけど俺はもっと元気だもんね。張り合うな。よし、それじゃあ集会開始だ。今日も京都で勇往邁進、行くぜ。ゴー。常に一途であるべきは楽しいよ。第1話校内放送、ラブ川上。はい、エブリバディ、ご機嫌な昼休みだね。今日も校内放送ラブ川上を始めます。パーソナリティは、美少女の成分が固形物となったこの私、川上桃代と、子供は人類の宝、大人になったら肉の塊、井上純です。ラブ川上。さて、このラジオ、今日は悩み相談スペシャルということで、放送室にある電話、ぶっちゃけハゲの携帯でみんなと直接話しちゃうぞ。悩みがあるやつバッチかけてこい。番号は前の放送で告知した通りだ。これ要望多かったから今日は相当電話来るだろうな。悩みとニキビの多さは青少年の特徴ってね。お兄ちゃん電話だよ。お兄ちゃん、最低の着ボイスだなおい。はい、悩み相談1件目、早速かかってきましたよ。もしもし。もしもし。なんか聞いたような声だな。さあ、お悩みをホイホイとぶちまけてごらん。どれだけ色気を振りまいても獲物がそれに食らいつきません。どうすればいいですか？ああ、これは難しい。獲物としては肉を食いたいけど、それは罠だと分かってるわけなので手が出せないっちゅうやつだ。実力行使でいいんじゃないかな。既成事実さえ作れば強引でも認知してくれる。だって山か！うわっ、何をする、やめろ。抑えきれぬ愛で切る。教室だぞ、やめろって。なんだか騒がしくなったので切ります。仕事したって感じだな。こんな風にやっていくからな。電話だよ。では次、相談2件目いきますか。はい、もしもし。僕誰だ。いたずら電話はやめなさい。では気を取り直して3件目。もしもし。はい、もしもし、こちら美少女。うわー、やべー、桃先輩の方が出た。早く要件を言え。今どんなパンツを履いてるんですか。
お前のクラスの直江ヤマトなら知ってるんじゃないかな。ヤマト、これはどういう展開なんだ。なんで先輩のパンツを知っているんだ。俺が聞きたいわ。濡れ衣すぎる。はい、騒がしくなったんで切っちゃいます。おま先輩、やりたい放題っすね。もうちょっと可愛らしい質問が来ないと私のテンションが上がらないんだ。だってさ、みんな桃先輩の需要聞いた？空気読んでかけてきてよ。学校ってそういう群れでの生活を学ぶ場でもあるからね。お兄ちゃん電話だよ。お兄ちゃん来た来た。はい、もしもし。俺は松風って言うんだけど、クエスチョンがあるんだ。とうとう人間からかかってこなくなったぞ。オラのダチに女の子がいてさ、そいつ気立てのいいやつなのに友達できなくて困ってるんだ。なんとかしてやってよ。まず携帯ストラップと話すのやめたらいいんじゃないのかよ。松風大丈夫ですか。松風マユッチ声大きい、みんな見てるよ。おい大丈夫か。ああそれじゃあ私が代わりに質問。今年の七浜ベイスターズはペナントレース行けると思いますか。補強されたメンツを信じるんだ。それだけですか。はい、終わり。切ります。ラブ川上。さあ、当社費 1.2 倍で盛り上がってきました。次の相談行きます。自分は正体は明かせないが、そうだな、ミス騎士道とでも名乗っておこうか。いいセンスしてるねクリス。で、悩みは何？胸の大きさについてなのだが、自分はあんまりなくて。大きいなら大きいで悩みもあるんだぞ。はい先輩、横やり入れない。それでクリはあれだ、胸を大きくしたいと。ああ、少しでいいんだが。で、自分はクリスではない、ミス騎士道だ。クリス、小さくても美しければいいもんだぜ。持ち味を殺すのは良くないという言葉が日本にはあるんだぞクリ。ああ、なるほど、さすがは日本だな。ということでクリは納得したようだ。いいね、こういう心温まる相談頼むよ。はい、次来た。もしもし、実は悩みがあるんです。私は女性も男性も行けるのですが、最近ですね、なんとも恥ずかしいのですが、動物もいいなと思ってるんですよ。しかも哺乳類じゃなくてですね、エイなんで。あぶね、温まるどころか炎上するような相談内容だったぜ。後で個人的に相談に乗ってやれ。では次行くぞ。もしもし、俺様だけど。あー、なんか嫌な予感。俺様の真面目な性の相談なんだが、最近朝起きると。はい次。せめて内容を聞いてあげればいいのに。さっきのお前と同じだ、出だしでヤバいと思ったんだよ。よし、次は俺のターン。そろそろ養女来い。いきなりどうした。いや、魚が陸で呼吸できないようにあんまり大人だらけの世界にいると俺も息苦しくなって。その理屈がわからん。下級生かい、俺の無垢なる思いが奇跡を呼べ。全然無垢じゃないだろ。お前、善と悪とに分けたら確実に悪だぞ。誤解がありますって。俺は小さい女の子が大好きですけど、別に何もしないっすよ。見てるだけなんすよ。それでもロリコンは犯罪なんだ。こういう歌詞があるじゃないですか。ロリと俺との間には今日も差別の壁がある。ロリが懐いてくれるなら俺は悪にでもなる。ないだろそんなの。小さい子の声を聞かないとイライラするんだよ。逆切れかよ。ほっとすまねえ、ついハッスルしてしまった。いつもこうなんだ。友達とヤングガンガン回し読みするときもバンブーブレードのタマちゃんばっか見てるから俺がページを止めちまうんだ。もうみんなこいつのロリネタ聞くのも疲れたろ。というわけで誰かこいつのロリ直してやってくれ。あ、電話だ。はい、もしもし。もしもし、
モモ先輩が井上くんのロリを直してほしいって言うから電話したんだ。無理だって、川が逆に流れることないだろ。うん、リアルな女の子の良さを見せつけようとしても無理だから、ギャルゲーで洗脳してあげようと思って。お、いいぞいいぞ、モロロらしいやり方だ。舐めてるの？俺ギャルゲーとか慣れてるから。そんなんじゃ洗脳されないから。甘髪なんてどうかな。まあなんか話題になってるみたいだけどな。だが俺を染めるのは無理だろ。まあそう言わずにやってみなって。そのゲーム面白いらしいな。3年生キャラの友達とかいいらしいぞ。具体的だな。まあ桃先輩がそう言うなら仕方ないな。帰り貸してくれよ。主人公の俺が解説すると、翌日になったわけで。おはよう。昨日貸したゲームはどうだった？やっべえマジで、先輩に買われてえな。もういくらでもワンちゃんになるってな、ワンワンするってな。はっ、いかんいかん、俺は妹一筋だろ。うん、妹もえ。あれ、染めきれなかった。おいよ、だからくだらない企みなんぞギブアップせい。いいところまで行ったけど洗脳できなかったか。ジュンはロリコンでキャラが立っていますから、これがなくなったら大変でしょ。ただのハゲになっちゃうもんね。おいユキ、そもそも俺の髪剃ったのお前のくせにいろいろひどいだろ。天然キャラだって許される範囲があるんだぞ。髪がないのってそんな理由だったの？はい、やんちゃなユキが剃ったんですよ。でも放っておけば生えてくるんでしょ？そしたらまたユキが剃ってしまったんです。だって剃るなよ、絶対剃るなよって言うからつい。フリじゃねえんだよ。まあもういいけどさ。いいんだ、ジュンが今の髪型を気に入ってしまってね。悟りが開けたように頭がすっきりしたと。ああ、今まで性癖を隠していたことが恥ずかしくなってきてさ、頭だけじゃなく心も裸になって、ありのままの俺をさらけ出そうかなって。そこはさらけ出さなくてもよかったのにね。私が特殊な性癖ですから、ジュンも告白しやすかったのでしょう。世の中変な人ばっかりだな。そういう君は何か性癖ないのかな。僕はノーマルだよ。ノーマルとアブノーマルの違いなんて紙一重ですよ。さらけ出しちまえよ、真のお前を。私たちは何でも受け入れますよ。ヤマト君たちには恥ずかしくて言えないこととかあるんじゃないですか。さあさあさあ、さあさあさあ。じゃあ一つだけあるんだけど。実は僕さ、髪の毛フェチっていうか、綺麗な髪の女の子が落とした毛とか、なんか綺麗だなってこっそり拾ってみたりするんだ。するとなんだか少しだけ幸せになれるっていうか。こんなの大したことないよね、普通だよね。ドン引きです。あれ、残念な子だ君は。あれあれ、ユキ、あまり近づいちゃいけません、髪の毛抜かれちゃいますよ。ちょっと何この展開。みんなどこかおかしいんだね。僕は普通だって。第2話、ホワイトデーの男たちでおじゃる。これは神奈川県川上市で繰り広げられる男の意地をかけた物語である。ああ、お返しがいっぱいでカバンが重い。ホワイトデーはいつもながら大変だぜ。ヤマトも大変だな、チョコのお返しするなんて。普通はお返しするもんなの。キャップ、2月14日にあれだけもらっておいて身軽すぎだろ。別に借りは返すけどよ、今回はそういうケースじゃねえもん。俺チョコそこまで好きじゃねえのに押し付けられてるんだぜ。クソ、なんでこんな白状のやつがモテるんだ。ヤマトとキャップはいいな、返す相手が大勢でさ。
俺は露骨な義理ばっかりだぜ。嬉しいけど大変なんだって。本命は私一人だもんね。私は愛さえもらえれば他はいらないよ。ただより高いものはないってやつだな。大丈夫、きちんといいお返し選んできてるから。ちぇ、可愛くいじけてもダメ。ち、まあモロロとガクトは返す相手がいないわけじゃないだろう。感謝しろよ、私たちの存在に。さあお返しを受け付けるわ、カモン。倍返しじゃなくて3倍返しでもいいぞ。どうせ私たちしか返すあてはないだろう。はいはい、ちゃんと持ってきたって。まあでも確かによ、全くもらえないやつよりワンコ相手でもギリもらえた俺様の方が強いだろう。それ強弱の問題じゃないよ。っていうかワンコ相手って表現が失礼よ。はしゃぎやがって。いや四八、見損なったぜモロ。お前は俺と同じで負け組にいるべきなのに。いやいや、僕本命いないから負けてるんだって。ギリでも返す相手がいれば負けてる感は薄れるんだよ。イエーイ、四八より俺様の方が人間として上。イエーイ、なんというレベルの低い争いだ。四八は返す相手いないの？ギリでも母ちゃんしかいねえよ。うなんだか切なくなってきた。いいじゃんいいじゃん、めんどくさくなくてさ。女に言い寄られてもいいことねえよ。ああもうイケメンムカつくわ。俺が王様だったら税金かけんのにな、イケメンぜ。そうやってうじうじしているとさらにマイナス印象だぞ。かまわねえさ、これ以上下がらねえもん。ガクト、てめえ調子に乗りすぎだろ。悪いな、まあこれも運命だよ。俺様上、お前下。どこかに俺よりも下の人間はいないか。それを見つける旅に出る。これ以上カッコ悪い旅の理由はないな。というか大串くんとかチョコもらってないんじゃない。スグルは二次元に魂捧げてるから現実世界でチョコがゼロでもまるで答えないんだ。たとえチョコをもらっても何かの罰ゲームに違いないから捨てるって言ってたよ。昔そういうことがあったんだな。クマちゃんとかあれでチョコもらえてるからな。おお、そうなんだ、クマンやるな。ま、ギリだけどね。俺様負けてないぜ。ところで射程、私への貢ぎ物はどれだ。もう勝手にカバン漁らないでってば。後できちっと渡せ。早くくれよ。後でね。キャー、ここにいたら自分が惨めだぜ。よし旅に出発だ。どこに行くの。って、なんでお前がついてくんだよモロ。今の四八には誰かついていてあげないとダメかなって。モロ、お前ってやつは俺の乳首ぐらいなら舐めてもいいぞ。気色悪いよ。ああ見ろ、 2S の連中だ。あの人たちはモテるだろうね。ほらユキ、バレンタインのお返しだ。うわー、マシュマロがいっぱいだ。喜んでくれて何よりです。ああこら、嬉しいのはわかるけどスカートでバク転しちゃいけません。パンツ見えちゃうでしょ。ん、大丈夫、今日は履いてないから。余計ダメでしょうが。つか履きなよパンツは。ノーパン健康法。ユキはやんちゃですね。ありがとう、トーマ、ジュン。ユキに本命をあげたので。ああ、あとはひたすら義理を返していこうぜ。ああ、まだある、それもちょうだい。あ、こら、これは他人のだって。ユキ、返せ、おい。捕まえてごらんなさい。スカートが危なっかしいんだ。なんか微笑ましいね。ちくしょう、ほのぼのしやがって。とりあえず小雪ちゃんを想像の中でももてあすんでやったぜ。いろいろ最低だね四八。お、そうだ、ヒゲ、あのヒゲ先生ならチョコもらえないんじゃないか。いや、ギリチョコもらったって喜んでたよ。あの加齢臭してるおっさんがもらえるのかよ。チョコもらえなくて落ち込んでたから梅先生があげたんだって。たく、梅先生余計な情けを。生徒に愛をくれよ。これはもう諦めるしかないね。
四八、あの人を忘れてたよ、ほら。気持ちのいい朝でおじゃる。あ、ここで行く。春うらら、マロが歩けば花開く。うむ、優雅な出来栄えよ。の。なるほど、歴史教師の綾野浩二マロか。確かに。あ、いやでも待て、あいつももらってたら俺の精神は均衡を保てないかも。女子の身になって想像してみなよ。あいつに義理や情けでもチョコあげる。女子の身になってか、なりきる。ああ、私行くか。そこまでなりきらなくてもいいんだよ。うずくわ、どいて。しかもなんでビッチっぽいんだよ。ファックミー。僕、節操ないのは嫌いだな。女子になりきって分かったぜ。確かに綾野浩二にチョコは考えられないでしょ。なんかもろ、あいつに容赦ねえな。だって都のことを親がろくな人間じゃないとか言って生まれて差別するんだもん。ああ、それは許さんな。よし、俺が倒してやるぜ。今日も平安時代の素晴らしさを普及するで王者。うん、綾野浩二先生、おはようございます。おお、マロに挨拶とは見どころがあるの。先生、今日はホワイトデーですよね。お返し忘れてませんか？大丈夫ですか？それならぬかりなく持ってきているの。え、チョコもらってたんですか？二人の女子にの。強がらなくてもいいですよ先生。無礼なことはマスだ。なんだったらついてくるでおじゃるか。今お返しに行くでおじゃる。嘘だろ。あ、ウーパールーパー丼食べて。わあ、落ち着いてよオンパチ。とりあえず本当かどうか見届けようよ。そうだな、死ぬのはそれからでも遅くね。こっちでおじゃる。放課後を渡すと伝えてあるが、まあ今持ってきてもびっくりするであろうの。なんだか僕が緊張してきたよ。せめてブスでありますように。マジウケる。お、彼女たちの声が聞こえてきたの。ちょっと待ってください先生。なんだか会話の雲行きが怪しいですよ。む？ねえ、マロのやつ今日お返し持ってくんのかな。間違いないよ、あいつ他に誰からももらってないだろうし。内心アップを狙うためとはいえ汚れた気分よね。あんなキモい生命体にチョコあげんの。これで懐かれちゃったらどうするの。そしたらあんたにマロあげるわ。いらないって、やだ、想像したらおえってくる。やば、顔見たら笑わないようにしないと。それが一番難しいよね。ひどいこと言うな。ああいう手合いは死んでほしいね。ま、マロが、たんびなマロがもて遊ばれたというのか。な、元気出しなって先生。あいつらは俺が想像の中で縛り上げておくから。ぬぐ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 。いやー、モテない男は辛いっすね。お前と一緒にせんなや。ねえ、一緒にペロペロ傷口を舐め合おうとしてんのに。黙りゃ。そのような哀れみ、綾野浩二の一族であるマロはいらぬ。もうなくすものは何もないっしょ、強がるなって。マロを侮ると許せぬぞい。くらえいマロブリーカー。てい、ただ抱きついてるだけでしょうが。やれやれ、こんなところで二人が戦っても何も変わらないのにね。やっぱり現実は疲れるや。ヤマトやスグルとゲームでもしようっと。俺本気出せばモテるに決まってるぜ。マロとって封印している男の魅力を出せばオナゴなぞイナゴのように群がるわ。強がってるんじゃねえ。だいたい教師にその口の聞き方、貴様舐めているでおじゃるかって。今は男同士の話し合いだ。こうして男たちの戦いは
毎年毎年不毛に続けられていくのである。第3話、川上キノコの恐怖。ごちそうさま。あー、鍋うまかった。みんなで食材持ち寄って食べるのはうまいな。量も多くて育ち盛りの俺様も満足。お肉と野菜のバランスもバッチリで言うことなかったわね。ところで中に入ってたあのキノコって何？椎茸の新種か何かか。自分は見たことないぞ。キノコを持ってきたのは桃代先輩でしたね。うますぎてワンアップするところだったぜ。ふふん、川上キノコって言うんだぞ。何？捕獲レベル77、幻と言われた川上キノコ。裏山の洞窟の奥深くで光ってるのを偶然見つけたんだ。すごい、僕川上に住んでて初めて食べたよ。レアなキノコだったんですね。美味しいはずです。そうだね、川上キノコは珍味と語り継がれてるもんね。キノコが珍味なの、ヤマト。2回言わなくていい。私も食べるの初めて。でもこのキノコって確か…うん、そうだ。お？副作用があるらしい。一応気をつけろよ。おーい、そんなキノコを鍋に入れるな。いや、私は大丈夫だったからいけるだろう。それにしても食べる前に言うべきだろう。毒が効かない先輩を基準にしても…なんだ、体が熱い。おい、みんな大丈夫か？つか、一人ケロッとしすぎだろ。結構食べててさ。なんか変な気分。一番多く食べたワンコから異変が。モロロは平気そうだな。僕、食事はあんまり量食べないからね。それでも苦しいけど。やめた。ん？何もかも面倒だわ。七転びゼロ起き。だるーん。努力の塊のワンコが無気力病に。まあ気にしなくていいって。誰が何をしようとかって。お腹かゆい。ヤマトナデシコにふさわしくない振る舞いをまゆまゆが。正義などどうでもいい。結果として勝てばいいのだ。違う、正々堂々と行くべきだ。クリス、こっちじゃなんか役割入れ替わってるし。外に出たくねえ。うちにこもってないぜ。平穏に暮らして。これは性格が逆に変わっているという斬新な展開か。あれ、キノコで性格が変わるなんてシチュエーション、僕どっかのギャルゲのおまけシナリオで見たことあるよ。いいの？こんなんで。おい、お前の性格が変わったらツッコミがいなくなってやりにくいだろう。モロロ、おい。細かいことはいいんだよ、どうにかなるさ。あはん。ってことは宮子はヤマト大嫌いなのか。ヤマト、そんなん嫌い。でも好き。おお、キノコの力に抵抗してなんだかツンデレみたいになってるな。で、ガクトはなよなよしているのかな。ああ、もうみんな食べ散らかしちゃって片付けるのが大変だわ。なんでお前だけ性別まで反転してんだよ。モモチはいちいちツッコミうるさいっすね。ダメよモロ君、そんな言葉遣いは。まずいな、これは収拾がつかなくなってきた。どうすればいいんだ。あ、食べて反転したんならまた食べさせれば元通りじゃないか。冴えてるな、さすが町で噂の美少女だな私。よーし。あー、なんかもう大人になっても絶対に働きたくないぜ。家で親の血を吸い続けたいぜ。キャップ、このキノコ食え。そんな得体の知れないもん食えるか。リスクはね、回避回避回避。車だって運転しないでゴールド目指すぜ。ほら、いいから食え。どうだ。冒険して。
加速するような運転がして。よし、この調子でねじ込んでいくか。次はヤマト、クリス。効き目はどうだ。クリスはおバカだな。もうバカって言ったやつがバカだ。つまりお前バーカ。俺のことをバカって言ったクリスもバカだな。あれ違うぞ、自分はバカじゃないんだ。よし、この調子で全員に食べさせよう。うわー、トレーニング開始。すっかり元通りだな。ヤマトなんか嫌い。でも好き。うん、やっぱり嫌い。一人を除いてな。キノコが足りなかった。ミヤコ、どうしたんだ。話しかけないで、ヤマトなんて。ミヤコ、おい、どうしたミヤコ。でも射程に対しては効果的だな。ミヤコのことを気にかけてるぞ。押してダメなら引いてみろが的中してるね。ヤマトを冷たくされたからうろたえてるよ。普段のミヤコはそれができないからな。早く元に戻してあげないと。でもこれキノコ持ってこなくてもいいんじゃないか。そしたらミヤコがミヤコじゃなくなるでしょ。ミヤコ、でも食べさせたら今みたいに構ってもらえなくなるぞ。皮肉な話だね。じゃあもうちょっとだけ今のままでいさせてあげようか。なんだろう、ミヤコに連れなくされると不安だな。おい、ミヤコってば。4話、伏川心の高貴なる反撃なのじゃ。今日は体育、しかも徒競走となれば俺が輝く時間だろう。仕方ねえ、ここは譲るぜ。私も輝くわ。スピードにはすごく自信あるもの。同じく足の速さには定評があるぞ。みんなやる気に満ち溢れているな。ミヤコはローテンションだね。違うやる気には満ち溢れているのだけども。コメントしにくいよ。ニエスの伏川心が猿山に遊びに来てやったのじゃ。あー、なんか来たわ。いいか、挑発に乗るなよ。そういうやつは戦場で生き延びられないぞ。さすが軍人の娘。 F 組ごときが張り切っても無駄なことじゃ。 F 組ごときとはなんだ。言ったそばから。はあ、しょうがないわね。クリはダバがいくら張り切ろうともサラブレッドには勝てぬのじゃ。何よそれ、髪型をポニーテールにしている私への挑戦。ワンコもね。バカロ、どうしたの。おお、ちょうど良いタイミングじゃ小雪。共に優れた S 組として劣等である F 組を締めるのじゃ。締めるのってなんかつまんなそうだから。いいや。ならば一緒に遊ぶと考えるのじゃ。それなら頑張る。ということで今日の授業になぞらえて2対2リレーでの決闘を申し込むのじゃ。一周が 200m のトラックを2周ね。面白いわ。私が受けて立つ。ニエフを代表して負けるわけにはいかない。って別にまだ代表枠決めてないのに。お前たち二人か。なんなら風間翔一でもよかったのだぞ。その自信を彼方に吹っ飛ばしてやろうと思ったのにの。あんたがスピードキングであるうちのキャップを。絶対不可能ね。おいおい、これ俺をお呼びじゃねえの。相手女だぞキャップ、無視しろや。関係ないぜ、誰だろうが全力だ。俺は野球ゲームで小学生相手にコールド勝ちして泣かせた男だぜ。トラウマものだよ、かわいそうに。泣いてるのに早く次の球投げろよ。だもん、3打席連続ホームランがかかってたんだよ。はいはい、精神年齢が同じなんでしょう。まあこの前大学生相手にもスポーツで勝ったのはさすがだったけど。というわけで俺は誰とでも戦うし常にフルスロットルだぜ。よし、
だったら私と拳の勝負をしようじゃないか。だっ、先輩いつの間に。最近勝負してなくて退屈で頭にモヤがかかってたところだ。やる気満々だ。ニーズが一致したな、キャップ。いきなりラスボスからの挑戦かよ。面白い。さあどうするんだ。かかってくるんだろ。たとえ勝てる確率がナユタの彼方であろうが、いったらローリングソバット。あー、おー、今日はすっごい距離出てるな。いい気合だったからこっちも応じてしまった。えへ、飛んだ美少女だね姉さん。まあな。勝手に何をコントしとるんじゃお前ら。どう、すでにぶっ飛ばされてるんじゃもう飛ばしようがないでしょうが。小賢しいこと。こうなったら女子だけでも公開処刑なのじゃ。いつもいつもこなたのことを軽く見て許せないのじゃ。反撃なのじゃ。来るがいい。正義は負けない。どんなに困難でくじけそうでも必ず最後に正義は勝つ。楽しそう。 It's a showtime。 見ててねお姉様、あたし頑張る。うん、そのブルマを目に焼き付けよう。俺も見てるぞ。うん、見てて見てて。ブルマを、ワンコを。まあブルマ見るかもしれないけどさ。それじゃ決闘を見届ける教師を俺様が手配してこよう。ワンコ、伏川よりあっちの榊原の方がよっぽど注意だぞ。あの足の筋肉見てればわかるわ。油断はしない。策は不要だぞヤマト。完膚なきまでに力で叩き伏せる。先生連れてきたぞ。やんごとなき歴史教師であるマロが公平に勝負を見極めるでおじゃる。この学校に新たな歴史を刻むがよい。よろしくお願いします。しかはメイクとしての力存分に見せつけ、綾小路の人間として応援しているでおじゃる。にゃっほっほっほ、よき審判を選んだの。ちょっと思いっきりひいきしてるけど、なんであの人選んだのさ。ガクト、今空いているのがあいつしかいなかったんだよ。ぶっちぎりで勝てば問題なしだわ。だな。では自分が先方を行く。楽に走れるよう差をつけてきてやるからな。本来体育会系はマロの受け持ちではないが、シカが出ているならば審判してやるでおじゃる。ありがた迷惑だな。じゃあ僕が先に走るよ。クリス、注意すべき方の相手だぞ。誰が来ようと同じことだ。見ていろヤマト、自分の輝きをな。かけっこかけっこ。それでは位置につくで王者。よーい、どう。クリス頑張れ。クリー負けるな。川上魂だぜクリス。クリスファイト。頑張れクリス。ユキファイトですよ。ユキ頑張れよ。やはり勝つのは自分のようだな。あ、早い早い。まずいなクリス、 100m と同じように走ってないか。今回 200m あるんだぞ。ああ、ありゃ鍛えているとはいえ最後で少しバテちまうんじゃねえか。川上和子、負けても泣くでないぞ。そういうセリフを言うやつが負けるってお約束知らないのかしら。由緒あるこなたに生意気な口を。さすがは川上院の荒くれ者よ。荒くれ者だからこそ体力勝負では負けないわ。教えてやろう生まれ持ったものの違いを。でも目の前に勝者が来ているではないか。うわっ、クリ負けてる。こいつ見事な追い上げだ。スピード配分が大事だよっと。よし、ナイスじゃん。見るがいい上流階級の走り方を。リードしてるのに負けたらジャーマンスープレックスだよ。すまん犬、自分としたことが。いいわ、なんとなく予測していたから。何、予測してたのか。なんかひどいな。おい、
見事な輝きだったぞ、クリス。なあ、うるさい。逆ギレかよ。うるさいったらうるさい。なんかクリスが輝きを見ろとか言うと負けフラグなんだよ。そんな言い方ないだろう。はいはい、ワンコの応援をしてあげて。あ、そうだった。犬頑張れ。追い抜けるぞ。いいぞ妹。ファイト。うわ、なんか伏川への応援少な。だからファイト。そしてなぜかローテーション。見よ、この高貴なる走り。汗がきらめいているのじゃ。ぬりゃー。品性のかけらもない走り方じゃな。早い、根性。無駄じゃ無駄じゃ。根性で身分の差は埋まらん。残りあとちょっと。もらった。あー、ダメだ、差が縮まらねえ。ワンコはな、こっからが半端じゃねえんだよ。そこで4パチ。あ？あのな。おう、任しとけ。さあ、もうすぐじゃ。光灯る街に背を向け、あれが進むは果てなき荒野。何をブツブツ言っておるか。こなたの勝ちじゃ。揺るぎない意志を糧として闇の旅を進んでいく。勇往邁進。こいつ速度が急に。根性でダメなら川上魂よ。まずい。二人が並んだ。これはわからないぞ。わからないっていうか全く同じじゃない。ゴール。うお、同時にゴールだよ。私の目にも同時に見えました。ああ、俺様もそう思う。ってことは引き分け。いいや、この勝負牛川心の勝ちとするでおじゃる。何？同時だったのでは。マロの目に間違いはない。ほんの少し牛川が早かったの。なんと。勝ちじゃ勝ちじゃ、わーいなのじゃ。待ってください、私の目から見てワンコの方がわずかに早かったです。ああ、ワンコの方が一瞬早かったぞ。この二人が、特に川上先輩が言うと信憑性がありますね。審議のやり直しを要求する。黙りゃ川上桃よ。妹可愛さにかばっているであろう。私は勝負にせこい主張は挟まない。誰かと違ってな。なんと見苦しいぞ。こなたの勝ちと審判が言っておるのじゃ。科学的証拠もあるでおじゃる。というと牛川心、バストのサイズはいくつじゃ。な、78じゃ。笑うな。川上和子、バストのサイズはいくつじゃ。77。オーレミー、何がだよ。ほぼ同時にゴールしてテープを切ったのは事実だが、胸の大きい伏川の方がその胸の差でゴールに先にたどり着いたのでおじゃる。たった1センチで。西洋史に興味はないが、クレオパトラの花があと1センチうんぬんかんぬんというのはこんな時に生まれた言葉であろうの。意義あり。それで証拠というには乏しすぎます。乏しいって伏川さんの胸のサイズじゃないからね。いちいち言わんでいいわ。もう少しよく検討してみてください。黙りゃ。マロは恐れ多くも日本三大名家の一つ綾小路王子の人間じゃ。そのマロの判断を疑うとは言語道断。職員室で油を絞るゆえ心しておじゃれ。では本格的に検証してみましょう。ヨンパチ。あよー、バッチリ取れてるぜ。その方、なんじゃ。ヨンパチにゴールの瞬間は必ず撮影するようにお願いしたんです。なっつだが、そんな器用にその瞬間が取れるものか。取れますよ。縦にパンチラの写真をいつもって。ちょっと伊達にいつもカメラ触ってませんから。ほらこれ。おお、
ゴールの瞬間が鮮明に映ってるな。わあ、これ心の負けだね。本当だ。犬の方はテープに触ってるが、伏川はまだだ。あら、これは S 組の負けですね。写真やるんじゃしょうがないよ。納得していただけましたか、綾野浩二先生。どんなに偉大な審判でも角度によっては間違えたりするものです。工房だって筆を誤りますから。うむ、マロとしたことが。こんな間違いはもうしないであろうの。勝者川上。やったー、逆転勝利。ナイス川上魂、いい追い上げだったぜ。よかったねワンコ。ありがとうヤマト。備えあれば憂いなしだったな。みんなの力が勝利をつかんだんだな。え、そうだろ。そうだよな。な、うん、そうだね。そうだよクリス。おお、では勝ち時だ。しょうもない。まだ負けず。今度こそ負けぬ。元気出しなよ小雪。ほらハンカチ。あ、すまぬ。次こそは一緒に倒そうね。そうじゃな、次こそ身分格差を思い知らせてやるのじゃ。よかった、いつもの心に戻った。わーい。小雪、じゃあ遠慮なく行くよ。え、ジャーマンスープレックス。第5話、名探偵たちの激突。にょー。いきなりどうしたんですか、藤川さん。開幕にニューワーなんて荒技ですね。こなたの縦笛がどこにもないのじゃ。小雪、お前知らぬか。僕、心の笛に何の興味もないよ。小雪ではないのか。ひどい。もしこれで何か勘違いだったらブレーンバスターだね。事実、ロッカーの中からなくなっているのじゃ。ということはまさか。そう、盗難事件なのじゃ。おのれ許さん、高貴なこなたの笛をよくも。その笛はどうするつもりなのかな。食べられないよね。きっと舐めるように味わうに違いないのじゃ。おぉ、魂。葵くん。わかっています。困ってる女性を見ると放っておけません。あなたの傷を私が癒してみせます。食事でもどうですか。葵くん、じゃあ僕も行く。って違う、小雪のせいで正気に戻ったのじゃ。口説いてどうするのじゃ。その頭脳で犯人を見つけてほしいのじゃ。その笛がロッカーにあるのを最後に確認したのはいつです。今日の昼休みの終わりじゃな。僕たち5、6時間目体育だったよ。そして今は放課後。同じクラスの人には無理ですね。私たちが体育に行っている間に他のクラスのものがと考えるのが自然ですが。目処はついているのじゃ。あのクラスに決まっておる。乗り込むぞ、ニエフエ。ということなので捜査にご協力をお願いします。なんだよそれ、俺たちのクラスの誰かが犯人だってのかよ。無法地帯のここならあり得るからな。変な疑いかけられちゃたまんねえぜ。ヤマト、軍師として協力してやってくれ。気が進まないな。ヤマト君と一緒に頭を使うなんて共同作業ですね。
やっぱ気が進まねえ。中華、そろそろ白状しろよ、四八。おお、そうだなって。は？自首すれば罪は軽くなるって言うぜ。なんだよ、俺が犯人だと思ってるのかよ。違うのか。意外そうな反応すんな。俺はな、パンチラは取るけど、人様のものは取らねえよ。おお、そう言われれば、お前そういう線引きはしっかりしてたな。だろう、捨てたもんを拾うならともかく見くびんな。でもやっぱりあなたなんですよね。ちげえよ。四八の若さゆえの暴走じゃないとすれば、うちのクラス潔白じゃないの。こうなったら俺も犯人逮捕に協力するぜ。濡れ衣は晴らすんだ。四八じゃ役に立たないだろう。そうでもないぜ。ガクト、お前今日学校に来るまでにエロ本読んできたな。なぜわかった。今日はいつもと違ってあんまり女子にがっついていない。これは朝すっきりしてきた証拠だ。うん、そしてお前が人差し指の先端を切っていることに気づいたんだ。それは雑誌の紙とかでできるような傷跡だぜ。だから釜をかけてみたんだ。こいつやるな。なぜかこういう女子やエロ絡みのことだとお前の知力は上がるよな。俺とお前たち、どっちが先に犯人を見つけるか勝負だ。青いヤマト。これはまた鼻息が荒いですね。いつもは呼吸が荒いのに。面白いな。乗ってやるよ、その勝負。というか、島津ガクトが犯人ではないか。はあ、この俺様が盗みをしたってか。ガクトは絶対そんな真似しないぞ。失礼なやつだ。キャップ、大体他人の笛なんて盗んでもバッチリだろ。何の得があるんだよ。何？いろいろあるじゃろ。こなたが口をつけていた縦笛じゃ。よくわかんねえな。そうなのか、ガクト。まあそうだな。味わうように舐めるって心理はわかる。ガクトが何かすごいことを言っているような。お、ワンコ、目が覚めたのか。どうしたの、喧嘩？それなら任せて。いいんだよ、この回は一応頭使う話だから。お前寝てな。ほら、頭なでなで。ではいろいろと推理していきますか。その前にあれを何とかしてくれ。飼い主だろ。面白そうな漫画見せて。ちょ、それ今日出たばかりのジャソプなんだよ。返してったら。こらこら、ユキ、やんちゃはダメですよ。返してあげなさい。後で買ってあげますから。早く返さないとお目当ての週刊ジャソプじゃなくて月刊ジャソプの方を買ってしまいますよ。あ、戻ってきた。うちのクラスじゃなくて他を当たった方が早いんじゃねえか。こなたの高貴な勘がここが怪しいとのべつ幕なしに訴えてくるのじゃ。5、6時間目、 F 組は普通の授業でしたよね。ああ、人間学と古典だったぞ。その間抜け出した人間はキャップぐらいだな。ああ、確かに屋上で寝てたな。しかし風間は動機がなさすぎる。子供だからな。先ほどの会話通り、女子の縦笛には興味ないだろう。その子供というのを逆手に考えるのじゃ。すると怪しい。というと好きな子だからこそ意地悪して隠すというあれですか。うん、子供でもそれならあり得る。そういうことじゃったか、風間。こなたのことを気にかけていたのか。だが精神的に子供のお前はタイプではないの。こいつ何言ってるんだ、ヤマト。キャップが犯人だと疑われてるんだよ。おいおい、言いがかりだぜ。まあ私から見ても風間くんの可能性は 0% ですね。俺から見れば 7% といったところかな。意外と多いな。つかそれお前が泥棒やりかねん確率じゃねえのか。それ、そこは否定しない。年頃の男子は英語の Y という字だけで興奮できる種族。いや俺興奮しないけど。何があってもおかしくない。まあ俺が犯人じゃないけどね。逆に怪しさ全開なのじゃ。やっぱり四八が犯人か。いえいえ、縦笛が盗まれたのはつい先ほど。もし彼のような植物的な男が犯人だったら今頃獲物を入念に味わってるはずです。
それは説得力あるの。まどろっこしいな。持ち物検査するか。おい、あまり無関係の人を巻き込むのは美しくありませんね。つうか葵よ、基本的な確認はしたのか。はあ、他の展開の方が面白いから黙ってたんですけどね。多分それ当たりです。基本的なこととは何なのじゃ。お前の勘違いってことさ、伏川。ロッカーの中以外にもきちんと自分の周囲を探しました。そんなの探したに決まって。あー、待て、一つだけ。あ、カバンの中にあったのじゃ、コナタの笛。そうじゃった。盗まれるのが嫌だから無意識にカバンの中に入れておいたのじゃ。おい、コナタとしたことが取り乱すとは、まだ修行が足らぬ。こら、いや、許せ、騒がせてしまったな。だが庶民にはいい刺激じゃろう。やっていい？どうぞ。ブレーンバスター。第6話。イオちゃん、2年のクラスを訪ねるの巻。ねえ、まゆっち。イオちゃん、オープン戦が楽しみですね。ね、ペイも補強した選手がきっちり仕事をしてくれるかって心配なの。新しい監督でもいきなり強くなるのは無理だろうけど、ショートが一番としてもう少し頑張って、出塁率が高くなってくれれば足を絡めて 3,4 番につなげられるし、まあ守備も不安だけど打撃も頑張ってほしいし、センターラインが。もう熱い。本当にヨチは野球好きだな。あ、いけない。今日はそんな予定じゃなかった。え、恋の悩みでもあるのかい。ううん、まゆっちが遊んでいる2年生の先輩たちについて。ガクトさんたちですか。毎日ドタバタしてて楽しそうだなって。そういえばヤマトさんは野球結構好きみたいですよ。本当？誰か私と同じ趣味がいないか知りたかったの。よし、任せろ。オラがズバッと紹介してやるぜ。ありがとう。でも自分で頑張ってみる。オッケー、ファイトですよ、イオちゃん。それでは早速2年生の教室へ走塁開始。ここがいろいろと噂される2年生たちがいるフロア。おやおや、1年生がこんなところへ。何のご用です？行きたいところがあればどこへでも連れて行ってあげますよ。距離が近いです。それはあなたと親密になりたいから。おい若、ウブな一年あんまり引っ掛けるなよ。ねえハゲ。だからハゲって気軽に言っちゃいけません。場合によっちゃ傷つくでしょ。ハゲはハゲであって他に例えようがないんだもん。頭頂部以外の俺も見てくれ。本当に見なくてはいけないものが別にあるのではないだろうか。そんな哲学的な話聞いてません。ジュン、マシュマロ食べる？話飛びすぎだろう。いらないんだ。まさか。あ、食べる、食べますよ。はい。うん、うまい。おいしいお汁がドリュッと。それで質問なんだけど。あ、なんだ。ロリコン的には彼女は違うの？ストライクじゃないの？ユキ、俺は年下なら1年生なら誰でもいいなんて低俗な男じゃないんだ。もっとちっちゃくてとことこ歩いているようなのが好きなの。あれ育ちすぎでしょ。ロリコン舐めちゃいけません。ジューン、落ち着いて。でも彼女の妹とかいろいろ紹介してくれるかもよ。バカ、どいてくれ。おや、1年生のお嬢ちゃん、俺は井上純。純兄ちゃんとでも呼んでくれ。ジューンも張り切ってるではないですか。で、こんなところでどうしたんだい。迷子かい。妹いるかい。困ったハゲだね。あの、私ニエフに行こうと思ってて。ニエフ？あそこは低能の集まりじゃ。行くとバカが映るぞ。そうだよ、ポコロみたいに
いろいろと手遅れになっちゃうよ。いろいろってなんじゃ何か上級生への質問があるなら高貴なコナタにしてみるがいい。いいんです、直江大和っていう先輩に会いたいだけですから。おやおや、大和くんはモテますね。だったら俺が案内してあげよう。で、妹いる？コナタが質問を許しているのに直江を取るとは礼儀のなっていない一年ちゃん。じゃあ僕が代わりに質問してあげるよ。いい心がけ、どんと来るのじゃ。生きてて楽しい？お前は何かコナタに恨みでもあるのか！マドモアゼ、ここがニエフのクラスだぜ。足元に気をつけて。ありがとうございます。いいってことさ、妹さんによろしくな。1億と2000年前から愛してるって伝えてくれ。変な人だったな。よし、それでは怖いけど2年生のクラスに勇気を持って突入。ウェイの岬番長、私に力を。お邪魔します。うひょー、メスだ、メスが入ってきたぞ。マジマジ、あ、本当だ、可愛いじゃねえか。ってなんだ、1年かよ、年下かよ。残念、年下はストライクコースじゃねえんだよな。ねえ君、俺専用のヌードカメラマンにならない？報酬は金がないから俺の体できっちり払うよ。そんな、困ります。ほらほら、1年生怯えてるでしょ。48、大丈夫？どうも。1年生が2年生のクラスに来るってことは期待してきたってことだろ。何がだよ、はしゃぎすぎだぞ48。大丈夫か？ありがとうございます。え、何その僕とのさ。モロ、涙拭いて。あの今日は失礼します。あら、帰っちゃった。何の用だったんだろうな、あの一年。さあな。ただいま。なんだか消耗してますね。いやー、すごいよ、眉打ちは。よくあんな濃ゆい人たちと話せるね。皆さんいい人ですよ。インパクトは強いけれど。そっか。私も、もっと勇気を出さないとね。オラが癒しの歌を歌ってあげるぜ。まあ素敵ですね、松風。オラは松風、セレブレット。100匹きりと言われたいんだぜ。いや、プレイボーイ。そうか、マユッチも十分濃かったね。でもこんなにいい子なんだから、あの人たちだってきっと。また明日頑張ってみようっと。第7話、不毛地帯。春の日差しが穏やかですね。こんな日はのんびり寝てたいもんだな。あ、まったく分かってないな、モロ。こっちのセリフだよ。まあまあ落ち着け。どうでもいいじゃねえか。いや、風間ファミリーの皆さん楽しそうですね。道端で何を口論してるんです？おう、聞いてくれよ、やさ男。女もいないし、男同士の本音トークってやつだ。はあ。この、モロっていう、なりも心も小さな男がよ。もし好きな相手がいて結婚できたらさ、生まれ変わってもまたそいつと巡り合って結婚したいって言うんだよ。なんだかキモくねえか？キモくないね。僕はピュアだからこそそう思ってるんだ。モロの理想はわかるかな。とりあえず、結婚してからまた意見を聞きたいな。ロマンチックでいいじゃないですか。私は好きですよ、そういう考え。あれ、なんだかイケメンが言うと説得力増したな。ほら、多数決でガクトの負けだね。さすが葵。
女受けする答え方をしやがる。なら俺も爽やかに行くか。まあそう思えるくらいの相手に会いたいね。みやこがいるじゃん。あいつが言うには前世も結婚してたんだろ。嘘に決まっている。大和くんは前世は私と夫婦でしたもんね。そっちも嫌だ。え、それどっちが妻？いえ、どちらも男のままです。自由な国で出会ったんだね。複雑な家庭になりそうだ。子供はどっちにでしょうね。どうやって妊娠すんだよ。じゃあ俺も前世で大和と夫婦。キャップは張り合わないでくれ。あとは話が横道にずれちまったな。戻そうぜ。井上はどうだ？来世でも同じ相手とまた結婚したいと思うか？生まれ変わっても巡り会える保証はないしな。だって相手が春菊で俺がアンコウだったら出会う機会ないだろ。まあチャンスがあるとしたらお互い鍋にされる時だな。すでに死んでそうだね。そもそも人間に生まれ変わる可能性が低いんだよ。だから人間になったらと仮定して話進めてるでしょ。あ、そうだっけか。まあ来世よりも現世だな。愛する女から生まれた小さな娘を愛したい。ダメだこいつ、早く何とかしないと。キャップはやっぱりこういう話嫌？そもそも結婚するかわからないぜ俺。バイトで知り合ったおっさんがこう言ってたんだ。結婚なんてくだらない、いずれ飽きる女を養うなんて狂気の沙汰、しかも相手の態度がでかくなるおまけ付き。それ言っちゃ身も蓋もねえな。必ずしもそうとは限らないだろ。まあ島津の場合焦って見合いで妥協して結婚しそうだな。それ笑えない冗談だよ。本当のこと言うんじゃねえよ。確定してねえだろうが。案外そっちの方がうまくいったりするものですよ。はあ、キャップはお子様だからな。いずれ恋をすればわかるさ。何綺麗にまとめようとしてんだこら。俺の意見が正しいさ。お前ただの危ない人だろう。あー、なんかもう収集が。ストーッピ。話は全て聞かせてもらった。お前いつの間に。ヤマトいるところに私もまたいる。さすがストーカー。で、私が聞いた上で今の議論の結論を出してあげようか。ほう、頼むぜ。君たち、まず今結婚できそうな相手いるの？うですよね、そうなりますよね。ヤマトは相手いるよね。いません。ち、とにかく来世の結婚考えるより現世の相手を心配しなさい。すいませんでした。次回のマジ恋は？それではお友達を紹介してもらいましょう。他に S のやつっていうと、じゃあ秀夫で。おお、ついでにメイドもついてくるだろうな。なな、俺たちのアイドルも呼ぼうぜ大和。ああ、アイドルって言えば当然ゲンさんだよな。クッキーも呼ぼうよ。いいね、喜ぶと思うな。ってことで新たなゲストを招いて送るドラマ CD 第2巻。クリスが歯医者に初めて行く話や、みんなでゲンさんを手伝う話など盛りだくさん。前者ってそんなに人を引きつけなくね。こら待つかていけません。私たちもまた呼んでくださいね。それじゃあみんな、さよなら。